我々日本のバンド We are Megamin TV Today challenge is Let's check out 10 寿司チェーンズ。俺たちは東京にある10個の寿司チェーンショップを制覇する。一人で全部食べれますか？食べれません。というわけで、はい、今日はこちらサイコロを用意しました。これは何ですか？これはトランクルーレット。トランクルーレットというのはこのサイコロをトランクの中に入れて、で走る、で走ってシェイクされて、最終的にこう出た人が、寿司を食べる。シンプルさです。じゃあお店に着いた時に開けた時のこの顔だいたいファルコンだと思う。俺は今すっげえ腹減ってるから、とりあえず最初は俺に食わせてくれ。俺も腹減ってるね。だろう、めっちゃ腹減ってる、はい、もう最初だけでいい。俺寿司好きなんで。また3の何条くんになるのかな。今日は3の7条くんを目指してもらって。そういう3の7条くんとかになると食わないじゃないですか。ああ、食わない。食わないのは良くないから、フレキシブルスペースを用意した。もう3人とか2人とか、なんかフレキシブルな感じで柔軟に対応できる。なるほど。そしてそして、さらに、こんなものを用意しました。なに、これはなんだ。これは、あがり生成キットです。お車内で、熱々のあがりが飲める。あ、嬉しいっすね。嬉しいね。今日、寿司といえばね、楽しいゲームっすか。で、お店から出る、食べる、次のお店に着く、食べきれてない人は、じゃあ。うわ、なに、じゃあって。じゃあじゃねえだろ。罰ゲームですよ。ちゃんと食べましょうと。そうだな。じゃあってやったから、食わないっていいってわけじゃないですからね。じゃあ何、じゃあ何なのこれ。じゃあってやられて苦しいか、じゃあってやられずに苦しい、どっちがいい。いや、どっちも嫌だよ。いや、どっちも苦しいとしたら、じゃあってやらない方がいいでしょ。まあまあできればよ。だから頑張って食うでしょっていう、そういう罰ゲーム。もうやだ、もう一気に嫌になった。はい、じゃあ行きましょうか。そう、もう何も言うことないの。最初はどうでしょう。はい、最初は、くら寿司です。じゃあ一発目、くら寿司に向かって発進。なんかと今サイコロが振られてるわけですね。うわ、もう怖え。腹減った。腹減ったんで。腹減ったよ。良くないんで、一発目はちょっと欲しいかなっていう感じだって。俺もう昨日夜ご飯食べたの8時とかで、もう12時間以上何も食ってないからね。だいぶ辛いですね。だいぶ辛いよ胃が。全部熱全部出ました。え、なんで全部出たの。金属部分触ったらめっちゃ熱いの。触っちゃいけないですかね。やけどした。この下が熱くなる。もう罰ゲームみたいな。何もしないのに罰ゲーム食らったわこれ。なんて言ってことだそれ。一番人気のあるモストポピュラーコンボ。え、そうだよ。一番人気のお寿司セットください。一番人気ですね。って言ったら何人前が来るか分かんない。何名様ですかって言われちゃってるんですか。何名様ですかって言われたら一番多いのなんですか。ああ、多いの。一番よく出てるのなんですか。一番人気ある、何人前が人気ありますか。何人前が人気あります。そうなりますよね。あ、何名様ですかって言われたら、いや何名ってことはないんですけど。そこごちゃってするんですか。ごちゃってして、はい、ごちゃっとさして、さして、向こうに選択される。そう、だいたい10店舗順番ももう全部決まってて、次の店舗まで何分っていうのも計算してあるんですよ。だからくら寿司の次ガッテン寿司、はい、そこまで11分、うん、だから大体みんな 10分とか20分とかで食ってもらうことになるんで、余裕ですね。まあ最初はね、うん、少なくとも11分とか余裕です。余裕、はい、余裕。あ、なるほど、なるほど。
も今なら俺5人前ぐらいいける気がする。およそ300メートル先、そういうのはあの後から聞いてくると思うんですけど大丈夫です。え、じゃあいける、行きますか。俺だってめっちゃハングリーだからね今。あれですか、それ5人前いけるよ。あとでスローで言われますよ今なら俺5人前ぐらいいける気がする。はい、ということで来た1店舗目くら寿司でございます。来ました、駐車場付き。さあさあ、もうこれあれじゃないですか、もうトランクじゃないですか。はい、止めました。わっしょい、いらっしゃい、わっしょい、しょい。じゃあチェックしちゃいますか。はい、食べたい。食べたいですね。食べてえな、今日食べてえな。じゃあ行きましょうか。じゃあ行きましょう。せーの、寿司食いねー。やったー。やったー。手放しで喜べないですよね。まあ、今はお腹減ってるからいいんだけど。モーストポピュラーコンボだから、それ英語で言ったらハって言われるから、はい、このお店で一番人気のあるセットをください。大丈夫だ、大丈夫。そんなわけで最初はバンディ。いや、ちょっとあれで未知数だよね。未知数ですね。実際どんなセットが人気なのか。そうなんですよ。帰ってきた、帰ってきた、帰ってきました。なんか持ってるけど、なんかちっちゃ、ちっちゃい、ちっちゃ。でも金持ってる、金持って、あれ、何持ってないぞ。領収書持ってる、持ってない、何持ってないぞ。よいしょ。これ結構量返ってきたな。500円です。500円どういうこと、どういうこと、どういうこと。あの、10分待ってくださいってことなんですけど、紙で隠せるんです。一番人気のセットどれですかって言ってた。もうこれかこれって言われた。あ、これ、あ、それそれ、はい、極馬セット、はい、1人前、はい、これ当たり引いたよこの人。紙だと思ってなかったんで。確かに、うん、俺らもびっくりしたよ。その紙持ってきた。何人前ですかって聞かれたら一番人気って答えるけど、うんうん、こうなってたら、もうそれでも、ここでどれですかって聞くのすらちょっとダメだったもん。だからこれがまあ正しい、だからあれですよ、次からはもう紙があるっていう前情報はあるんで、その中でも勝つ聞いて、はい、アスクして一番人気どうなんですか。人数もよく出てる。何人ぐらいですかね。ちょっとファルコそんなにもうやめよう俺たち自分を苦しめることやめようよファルコ。いや今日俺大丈夫そうなんで、ちょっとなんで俺は賛成できかねる。1店舗目から当たってないわけだもんな、はい、ファルコ。はい、そうっすよ。今日は多分俺そういう日じゃないです。あ、ウキウキだ。あ、ちっこ、これちょっとちっこいな、ずいぶんな。よし、食べよう食べよう。ちょっと見せてください。せーの、おお、マグロ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 、うまそう、うまそう。よっしゃ食べよう。わー、めっちゃ腹減ったもん。じゃあ次はガッテン寿司、イエーイ、レッツ寿司。もう早く行くことが仕返しですよ。そうだ、この野郎早く行ってやるからな。お前この野郎が何から行くの。マグロがいっぱいあるからマグロから行くんですよ。じゃあマグロあ、めっちゃ醤油の匂いする。うわもうやだー、ね、ーあーうまそう。ソイソースのパフューム。じゃあ行きましょう。せーの、寿司食い、寿司食い、寿司食いねー。